電話来た。え、チャンディーから電話来たんだけど。はい。え、切られた。もしもし？今ね、YouTube ライブやってるんだけど、ちょっと喋る？どっちでもいいの？じゃあ、ほんと数分ね。チャンディーでーす。え？なんて言ったの？まあ、何？あ、YouTube ライブ探してるの今。え、本当にやってる、マジで。ほら、チャンディーしか買ったんって言ってくれてるよ。YouTube 何人見てるのこれ今。258人かな。何？ふーって。チャンディー元気にしてるだって。元気よ。聞こえますか？あーって言って。はーチャンディー、どうしたの今日電話。暇だよ、いつも通り。今日は口が悪くないですね。やめてよ、私の口悪いみたいに言うの。そんな口悪くない。え、めっちゃ口悪いじゃん、と。チャンディー彼氏いるの？いません。いや、私の彼氏になってくれますか？この間ね、なんか鹿児島の人とさ、連絡取ってたんだけどさ、チャンディーちゃんってあれだよね、みたいな。鹿児島弁は抜けてるけど、イントネーションだけ抜けてないよねって言ってた。あ、そう、イントネーションが抜けない。もうそのイントネーションの言い方がおかしいもん。もう一回言って。イントネーション。鹿児島弁で喋ってほしいって。なんか喋ってたら喋れないんだよね。チャンディ将来何になるの？公務員。公務員。CM があるのよ、そういう。公務員。公務員。もうダメじゃん。積んだじゃん。公務員って、本当に、本当にびっくりしてるよ。嘘だからね、この人公務員になる気ないから。将来は何になるんですか？お嫁さんですか？白馬の王子様になります。王子様になる。今日も裸ですか？そうよ。どんな人がタイプですか？デブがチムチ、男らしい人、あと、M な人がいいです。M がいいの？うん。そうなんだ。え、それ性的な意味だよ。M でガチムチがいいです。チャンディー家はあるのだって。まあ、道頓堀の橋の下です。橋ありがとうございました、友情出演。道頓堀の橋の下から。うん、またたこ焼き作りに行かないといけないから。あ、ほんとわかった。橋の下でたこ焼き焼いて。そうな。たこ焼き頑張ってください。はーい。はい、チャンディー。ほんとに何事かと思ったんだけど。